皆様こんにちは。今日は麻酔なしで手術を行った恐ろしすぎるエピソードをお送りします。この現代は麻酔をし、痛みを取り除いてから手術を行うのが一般的です。しかし今からたった数百年前は麻酔なしで普通に手術が行われていました。今回は想像しただけで激痛が走る麻酔をしない手術エピソードをご紹介していきますので、最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。痛い話の前に少しだけ麻酔の歴史をご紹介します。19世紀以前から手術に関する書籍は多数存在していました。しかし病気に対する手術の方法は示されていたのに、患者の痛みの緩和に関してはほとんど触れられていなかったようです。初めて正確に確認できる全身麻酔の成功記録としては、1804年に日本人が行った手術が初めてとのことです。名前は花岡清舟という外科医で、乳がんの患者に全身麻酔をしました。この時に用いられた麻酔薬は朝鮮朝顔、トリカブト、陶器などを配合した植物由来の麻酔薬でした。一方海外では1846年にアメリカでジエチルエーテルを使用した手術が初の全身麻酔手術となりました。ジエチルエーテルは有機化合物で、1540年にドイツ人医師がこのジエチルエーテルの効能を記したのが最初と言われています。ジエチルエーテルの他にこの時代はクロロホルムという麻酔薬もありました。皆様もクロロホルムは知っていると思います。推理小説などでクロロホルムを染み込ませた布を口に当て意識を失っていくシーンを見たことがあるのではないでしょうか。このクロロホルム麻酔を使用したのが1847年で、イギリス人医師によって臨床応用が開始されたそうです。そしてこのジエチルエーテルとクロロホルムが近代麻酔薬の発展につながっていきます。先ほども言いましたが、19世紀以前の麻酔薬の記録はあまり残されていません。古代エジプトやローマ時代では祈祷師による悪魔払いが麻酔の最初と言われています。その後現在では使ってはいけない違法な薬物を使用したり、アルコールを大量に飲ませて昏迷状態のうちに手術を行ったりしていました。また殴ったり首を絞めて気絶させ、その間に手術を行う方法もあったそうです。どれも現代医療では考えられない行為ですね。さて突然ですが、ここでクイズです。19世紀以前の手術の成功率はどのくらいだったでしょう。 A50% B30% C20%。正解は C の 20% です。麻酔なしで体を切り開き、耐え難い痛みを伴い、拷問のような苦しみの果てに出血多量や術後ショック、感染症で亡くなる患者が多くいました。これなら手術を行わない方が長く生きられたようにも思います。19世紀初頭にイギリスの小説家のフランシス・バーニーという人物がいました。フランシス・バーニーは乳がんを患い、1811年に乳房切断術を行うことになったそうです。彼女はその時の様子を後にこう記しています。手術台に登るとハンカチーフが顔の上にかけられた。手術台を7人の男性と私の看護人が取り囲んだ。なんと恐ろしい瞬間だろう。切開の間、私は絶え間ない叫び声を上げ続けた。その苦痛といったら、あの時の声が未だに耳の中で鳴り響くことがあるほどだ。この手術から29年間、彼女は生きることができたそうです。しかし、手術に対する精神的なトラウマは生涯続いたそうです。麻酔がない時代の外科手術は、悪い患部を切断するというのが一般的でした。骨折をしたら無理やりナイフで患部を切断し、切断後の傷口に焼きごてを当てて出血を止めるという、想像するだけでも恐ろしいことが日常で普通に行われていました。次はルイ14世の手術エピソードをご紹介します。ルイ14世は17世紀から18世紀のフランス王国の国王で、太陽王とも呼ばれていました。ルイ14世の侍医を務めたドクトル・ダカン医師はルイ14世にこのように告げました。歯が健康であるうちに全て抜くことが国王の務めです。しかしルイ14世は医師の言うことをとにかく拒絶しましたが、歯を抜かないと病気になり大変になると侍医に説得され、仕方なく承知しました。この時の手術では抜歯をする際、下顎は砕かれ、
上顎も削り取られてしまい、想像しただけで激痛が走ります。遥か昔の手術がどれだけ恐ろしいものだったか分かっていただけたでしょう。痛いエピソードばかりだったので、次は少しソフトなエピソードをご紹介します。中世から18世紀末頃にかけて行われていて、広く一般的に知られていた瀉血という治療法をこれからお話ししていきます。18世紀末までは、ほとんどの病気が腐敗した血液が原因で引き起こされると考えられていました。瀉血は体内に溜まった不要物や有害物を血液とともに体外へ排出させることで、健康の回復ができると考えられていたのです。例えば、熱が出れば瀉血、咳が出れば瀉血、お腹が痛いと瀉血。このように調子が悪ければ医師は瀉血ばかりを行っていた時代があったそうです。そして人間は1日に3リットル程度の血を抜いても命に別状はないと信じられていたのだから驚きです。有名人ではモーツァルトも瀉血が原因で亡くなっています。次で最後のエピソードです。面白いと言っては失礼ですが、麻酔なしの手術の様子を音楽にした人物がいます。18世紀に活躍したフランスのマラン・マレという音楽家です。数ある作品の中で、ひときわ異色な作品があります。タイトルは、膀胱結石手術図。これは、マレ自身が手術を受ける際、この実体験をもとに作られた曲なのです。この膀胱結石手術図という曲は、YouTube で聴くことができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。この曲は、前奏曲から膀胱結石手術図、そして、術後のお祝い、放送曲の4つの曲によって構成されています。時間は全部で6分ほどなので、それほど長くはありません。2曲目の膀胱結石手術図の場面で、マレは楽譜にその時の様子を書き込んでいます。私は手術室に入り、あたりを見回す。それを見て震える。手術台に登ろうと決心する。しかし怖くなって手術台から降りる。反省。決心してもう一度手術台へ上がる。腕と足に絹糸が巻きつけられる。いよいよ切開。鉗子を挿入する。石が取り出される。痛すぎて声も出ない。血が流れる。ということを曲の中でナレーションをしています。YouTube の動画のアニメーションもその時の様子がリアルに描かれています。いかがでしたか？今まで麻酔なしの手術は考えたこともなかったのですが、こうして調べていくうちに、今がとても恵まれた環境にいるということを本当に実感しました。また面白い記事や文献を見つけたら皆様と共有していこうと思います。では今日はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。